介護とは、お年寄りや病人、体に障害を持つ人などができるだけ不自由なく暮らせるようにお世話をすることを言います。介護の仕事は大変という先入観を持っている人もいるかもしれませんが、実際にはやりがいを感じることができる非常に奥深い仕事です。そしてみんなを笑顔にする仕事。介護業界では多くの職種の人たちが働いています。日常生活のお世話をする介護福祉士やホームヘルパーなどの介護職員、本人や家族との相談に乗る生活相談員やプランを立てるケアマネージャー、さらに看護師やリハビリを担当する機能訓練指導員など、さまざまな人たちが介護の世界を支えているのです。結構自分も楽しんでるんで、100歳の人となんか話できないじゃないですか。大変というよりは楽しいです。家族より近くなれる。じいちゃんばあちゃんたちに遊びに行くっていうか、会いに行くっていう、私にとってはこう生きていく道かなと。私たちはみんなを笑顔に変える人々をケアヒーローと名付けました。介護の現場では様々な職種の人たちが働いています。その中でも最も利用者と身近に接するのは介護職員です。介護職の仕事の中心になるのは生活全般のお世話、入浴や排泄などの日常生活、車椅子や自動車への乗り降り、移動の介助もあります。介護職にはいくつかの資格がありますが、国家資格である介護福祉士を取得していると仕事の幅が広がり、ステップアップにもつながります。仙台市内の特別養護老人ホームで介護福祉士として働く笹原ひとみさん。笹原さんは福祉系の大学を出た後この仕事に就きました。介護の仕事について6年になります。一番最初は中学校の時になんかボランティアというか職業体験みたいなので行ったのが多分きっかけで、大学の時に結構ボランティアで施設には行ってたので、何も抵抗なくというかすんなり入ってきたような気がしますね。とはいえ特別養護老人ホームの場合、体の不自由な人や認知症のお年寄りも多い。仕事は難しくないのでしょうか。まあ、その人の暮らしそのままここにあるっていうのが、まあ、こういう福祉の施設のなんか求めるところだと思うので、そう近づけるためにってこうみんなで頑張って仕事してるんですけど、そういうのをできればやっぱり嬉しいし楽しいなって思う、なんか達成感みたいなのにもつながってるのかなっていうふうには思います。どの介護福祉士も大切にしているのはコミュニケーションです。早いね。すでに咲いたのね。ね。梅見に似たようなね。ちっちゃいね。ちっちゃいね。お花ね。うん。成田さんの家の近くには桜の木ありますか？うん、それね、学校とかね。学校ね。うん。それから、随分あるわね。ある？うん。うまくいかなくて、なんて思うこととかももちろんあるんですけど、入居者の方と、普通に喋ってるだけで結構自分も楽しいなと思ってるので、なんかそういう何気ない会話とかが一番でも楽しいかなと思います。この仕事選んでよかったですか？悩んだりとかそっちの方とかでやっぱ大変だなって思うことは仕事に対してあるんですけど、この介護の仕事に対して嫌だなって思ったことは今のところ一度もなくて、なんかそう思うとこの仕事につけたことは本当に良かったなと、まあ、偶然なのかなんか分かんないですけど、つこうと思ったのもなんか間違ってなかったなと思うと、そういう仕事を見つけられた自分はすごく幸せかなと思いますね。多くの介護福祉士の人たちが語るのは、この仕事につけてよかったという言葉。お年寄りとの触れ合いが生み出すのでしょうか。介護福祉士の皆さんの優しい表情が
印象的でした。介護を利用するお年寄りたちに最も親しく接するのは介護福祉士。それに対して特に家族からの相談を親身になって受け止めるのは生活相談員と呼ばれる職種の人たちです。いわば悩みを抱えて困っている人たちの最初の相談窓口です。生活相談員には社会福祉士などの資格が必要です。梶谷優さんは仙台市太白区の地域包括支援センターで社会福祉士として活躍しています。梶谷さんは当初介護福祉士を目指して大学に入りましたが、勉強していく中で社会福祉士の仕事に強く興味を惹かれました。そして在学中に地域包括支援センターで実習。この時から仕事に面白さを感じていました。これ確か大学の時に先生に言われた言葉だったと思うんですよね。その人の人生の一部に関わるんだからねって。それがなんかすごい印象的で、だって普通に仕事してて人の人生に関わることってないじゃないですか。まずでその利用者さんにとって私が関わったことがいいか悪いかは分かんないですけど、少しでもそうやってありがとうって思ってもらえるような関わりができればなと思って。地域包括支援センターは身近な地域ごとにあり、地域住民からの介護などに関する相談に対応しています。在宅、つまり自宅や家族の家などで生活するお年寄りが対象になるため、梶谷さんの仕事も家を訪問することが多くなります。私今介護タクシー使えないかなと思って考えて。使えないですか？介護タクシーだと要介護の人じゃないと介護保険では使えないんですね。そう、まずはなんで介護タクシーで、車椅子じゃないの、うん、今前川眼科に行ってるから、うん、片道タクシー2500円ぐらいかかるの、うん、タクシーだけで往復5000円かかる、うん、介護でなきゃダメだろうなと思ってたけど、ね、そうなんです、うん、でしかも介護タクシーってほら付き添いが必要だとかそういう理由じゃないと一人では行けないっていう人じゃないと。そうなんです。介護にはならないと思います。そして元気だもん。そのうち今はなんないでしょ。高齢者の人が私たちが貸す手を受け入れてくれてるっていうのは多分信じてくれてるからだと思うんですよね、うん、だって嫌な人にそんな家庭の事情を話したくないって人も中にはいると思うんですけど、それを話してくれるってことは何かこの人に相談すれば何かちょっと解決するのかもしれないって、助かるのかもしれないって思ってるから話せるんだと思うんですね。社会福祉士が本人や家族などから相談を受けた後、実際に介護を受ける前にまず介護プランを立てることになります。この仕事をするのがケアマネージャーです。ケアマネージャーは本人、家族だけでなく行政や病院などとも連携しプランを立てていきます。介護の現場ではチームとして働くことが多く、それぞれの職種の人たちの綿密な連携が欠かせません。長い間時代を生き抜いてきた人たちの人生の最後の輝きがかかっているのです。確かに責任は重いような気がしますけど、やっぱりその人にありがとうとか相談してよかったとか助かったとか、そういう感謝をされるために仕事してるわけじゃないですけど、やっぱりそういうふうに言われるとやってよかったんだなって思えるので楽しいと思います、福祉の仕事は。介護福祉施設にはいろいろな形態があります。例えば通所と訪問介護、泊まりを組み合わせて同じスタッフが一貫して対応できる小規模多機能型居宅介護、常に介護が必要なお年寄りを長期的に受け入れる特別養護老人ホーム、
そして日帰りでサービスを受けられるデイサービスなど、さまざまな形があります。ここは多賀城市にあるデイサービスの施設。経営するのは渡辺明さん、奥様の杉子さんが管理者を務め、二人三脚で介護に取り組んでいます。実は渡辺さんは全く違うジャンルの仕事をしていました。一番最初は医療事務で、そこで働きながら看護学校に通って、そこからで、その時に自分のじいちゃんが亡くなったんですけども、その時にあの病院で過ごしている姿を見て、なんかどんなにこう尊敬する人でも、どんな人でも死ぬ時ってこうやって死ぬんだっていう、ちょっとショックな出来事がたくさんあって、だったら自分で自分の思いを描くことができる、何か介護というか関わりができる施設を作りたいなと思って始めたのが。渡辺さんの施設に入ると和気あいあいとした温かな雰囲気を感じます。かっこいいじゃないですか。トキコさん何年に結婚なさったんですか。20年。風船もらうの一番楽しみだった。やっぱりあんなももらってた、もらってた、あの風船と紙風船と。渡辺さんが理想とする介護って何ですか。まずは話ができるっていうのが一番なんですよね。利用者さんと話ができる、利用者さんってやっぱりいろんな経験されてるので、それを聞くのも私たちもすごく楽しいし、勉強にもなるし、話してる方はやっぱり話すことで自分の人生をこうもう一回振り返ることができて、あ、俺ってこう生きてきたんだなって思いながら幕を閉じていただくっていう、なんか人生の総決算みたいなのができる関わりが一番持てればいいなって思って、今は本当に対話を大切にしてっていうのが、ここでできてる理想の、今のところは理想の介護なんですけど、なのでまあ変な言い方すると、他のデイサービスには全然行かなくて、山根さんも家族も困って、どこも行かないって言ってた人が結構集まってるっていう感じです。渡辺さんが経営する老人福祉施設は多賀城市と塩釜市で合わせて3件。渡辺さんにとって介護とは。面白いです。職員も本当に仲が良くなるし、利用者さんとも仲が良くなるので、本当に大家族。お正月とか盆正月になんか親戚いっぱい集まった雰囲気で、信頼関係も厚くなるし、絶対普通のビジネスマンだったら100歳の人となんか話できないじゃないですか。そういう方たちのもう深い歴史に刻んだ知恵とか、そういうことをたくさんこう吸収できるので、それはもう何よりの魅力ですね。こういうふうに生きてきたら、こういうふうに年を取れるんだっていう、いろんな事例を見れるので、それは一番本当に自分のためになります。それが一番の私の中では魅力ですね。介護の世界には他では求められないものがあります。それは誰かの役に立っているという充実感。人生の目的をあなたも介護の世界で探してみませんか。ルーキーたちの話を聞いてみました。ミルクの上で、好きなようにやっていいですか。これそうそう、いちご、何でもいいですよ。はい、高宮千奈さんは大学で福祉を学んだ後、介護福祉士として仙台市内の高齢者福祉施設に就職。1年を過ぎました。どんな時にやりがいを感じますか。なんかただのありがとうじゃなくて、いつもありがとうとか、いつも何をしてくれてありがとうとか、そういう言葉をこうかけていただくと、まあ嬉しかったり、あなただからこうできるとか、そういう私を認めてくれる言葉をいただけるとやっぱり嬉しいですし、まあ、毎日関わってるからこういう関係ができたんだなっていうふうに実感できることができます。今後の抱負を聞かせてください。まあ、いろんな現場を見た上で自分に合うその現場っていうか介護の形を見つけられたら、そこでずっと利用者様と直接触れ合って仕事をしていきたいなって思います、今の段階では。高
神谷さんにとって介護とは。なんか優しさですかね。それでしか成り立ってないのかなと。川熊さんが歌ってるとこ今日初めて聞いた。恥ずかしい。ほらいつもさ控えめに歌ってるからあんな上手いと思わなかったってば。ね。練習するからね。あ、そうだね。荻生七重さんは震災のボランティアとして石巻にやってきて、そこで介護の世界に触れました。仕事の中でやっぱり自分でもなんかこう、あ、疲れちゃったなって思う時があって、ちょっとこうはぁっていう感じになってたら、大丈夫かってこう気づいて声かけてくれたりとか、しっかり休んで無理しないようにねっていう風に声かけてくれたりとか、なんかそういうところがあるからこそ魅力的だし、仕事続けられるのかなっていうふうに思います。もともと大学で福祉の勉強をしていた荻生さん、現在この施設で介護職員として働きながら資格取得を目指しています。私社会福祉士の資格取得も目指してて、ではその施設の中だけじゃなくて地域の人も巻き込んで一緒にこう高齢者の方とか認知症の方のケアっていうのをこう進めていけたらいいなと思っていて、そういうのに携われたらと思って、はい、その資格の取得を目指してます。荻生さんにとって介護とは、なんかこう人間の温かみに触れることができるっていうか、そこがすごい私魅力的だなと思います。手探りで介護の世界に入っても、お年寄りたちと触れ合い、時には逆に癒されながら成長していく、未来を担う若いケアヒーローたちの澄んだ瞳が印象的でした。賑やかな笑い声が響いています。ここは名取市にある仮設住宅の集会所。この仮設住宅には東日本大震災の津波で被害を受けた名取市沿岸部の人たちが住んでいます。話しているのは介護福祉士のふーちゃんこと山崎文香さん。ふーちゃんは介護施設に勤務する傍ら、ボランティアで仮設住宅などを回っています。いわばノマドスタイルの介護福祉士でもあるのです。タゴって言われた人の方、タゴの人はタゴって言われたらギュッと握ってください。はい、あんたらほんまにアゴ、はい、アゴって言われたらば、俺は掴むさってな、俺濡れいからこな、そう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 、そうです、わかったわかったわかった、いくよ、タータータあー、はい、ここ優秀だ、ここ優秀だ。ふーちゃんはもともと美術の道に進もうかと考えたほど絵が大好きでした。そんな彼女は今、介護にアートを取り入れた活動を積極的に行っています。これはシワの妖精シワクちゃん、彼女が作ったキャラクターで自ら絵本も描きました。ふーちゃんはおじいちゃんおばあちゃんのシワが大好きです。シワってなんか人生の物語で、誰かと一緒に過ごした時間がシワに刻まれ、笑ったら笑いじわだし、怒ったらこのシワになったりとか、そんな素敵な物語には妖精住んでていいんじゃないかなと私的には思ってるので、このシワクちゃんとして手を取り合って、みんなで多世代で共存して一緒に生きていくっていうような福祉にしたいかなと。宮城がニコニコな福祉になればいいなと思ってます。シワシワでニコニコで。ふーちゃんは福祉系の高校を出たわけではありません。実は高校を卒業後、アルバイトをしながら介護福祉士の資格を取得。この仕事についてもう11年になります。介護のお仕事ってやっぱ給料安いって言われたりしてて、3K なんて言われてるじゃないですか、きついとか汚いとか危険とか大変とか給料安いとかでよく聞くけど、そうじゃなくて私の中ではやっぱ 3A っていうか、ありがとうの
絵で、うん、あなたに会いたいのあの絵で、うん、愛してるよ大事だよっていうののなんかありがとうを伝える仕事だし、あのじいちゃんおばあちゃんたちの笑顔を見ればわかると思うんですけど、元気あげに行ってるよりはもうなんかもらいに行って、お互いに元気の交換をしてるっていう感じで、今こうやってご縁があって、うん、介護サロンをやらせてもらってます。介護の世界では様々な職種の人たちが働いています。どの職種にも共通するのは人と接する仕事であるということ。人と人とが触れ合うとき、いつもそこにはささやかなドラマが生まれます。そして介護の仕事ほどそれが感動のドラマになる世界もそう多くはないでしょう。介護の仕事をしている人たちにインタビューを続けて共通して感じたのは、みんなとっても素敵な人たちということでした。もちろん介護の世界は楽しいことだけではありません。でも誰かのためになれる存在でいられるのはとても幸せなこと。あなたも介護の未来を担うケアヒーローになってみませんか？担当が私だって分かるとすごく安心するって言ってくれて、いろんなご利用者さんの笑顔だったりご家族さんの笑顔だったりとか、正直こう天職かなと思ったことはあるんですけど、自分でそこまで散歩したりして結構笑顔になってくれたりするので、そういうのはすごく嬉しいなというふうに思います。利用者様の方からありがとうという言葉いただけるとすごくやりがいも感じますし、この仕事やっててよかったなって、はい、感じます。この人にどうやったらっていうところをこう考えていけるっていうのはすごく大事だし、自分にとっていい仕事しているなっていうふうに思っています。何か少しでも自分の力が誰かの役に立てるっていうことは実感できる仕事なので、すごく魅力は感じています。利用者さんと、まあ楽しく健康的に過ごすためにはどうしたらいいのかっていうことを考えてやっていくっていうのが、そこに魅力というか、うん、やりがいっていうのを感じて、介護っていうのは人を照らして地域を照らして、なんか、うん、なんだその人の引き出しを引っ張ってあげて、その人らしくをコーディネートする仕事だから、ライト光を照らす仕事、うん、だと思ってるから。言葉悪いですけど他人じゃないですか、関わってる方って。なんかそういう人たちにありがとうって言われるのってすごい嬉しいなと思って。